どうも、娘の反応です。どうも、娘の反応です。ノイリーです。ウィンター、どうも、です。スンです。というわけで、皆様もそろそろ、就職活動の時期じゃないんですか、もうみんな。誰も終わってます。誰も。あれ、違うの？友達とかも泣いてもらってますから。はい、あれ？そうです。僕いますよ。あれ、就活したんやな、みんな。本来君らは就活の年やもんな。え、何の年ですか、ちょっとわかんないです。最近面接界でバズってる面接の仕方ってのがありまして。詳しいですか、マジですか。いや、もう面接業界一応こう見て就活で5社受けてるんで。5社って少ない方じゃないですか。まあそんなね、今回面接界で流行っている企画というのが、はい、貸し乗っ取り面接ゲー。大流行してます。大流行してる。どういうのかっていうと、あなたに正しさがあるとするならば、あなたどうしますか。あー、はいはい、わかりました。え、何が、何が、わかりました。何が、面接ってそもそも答えがあるものじゃないんや。はい、それでは私、例えばから見せつけてやりたいと思います。ないよ。正解。思いだから分からへん。そうです。これは最近流行ったうっせぇわから出た質問なんですよ。正しさとはおるかさとは、それが何か見せつけてやるっていう。ああ、そういうことね。歌詞があるじゃないですか。あのテンポで言われたら出てこうわ、意外と。そうなんだ。っていうゲームです。やばい、やばい、やばい。トレンドを把握してるかどうかと、あとは脳みそ引き出しですよ。ああ、確かに確かに。そういう話はそうかもしれない。はい、というわけでやっていきたいと思います。目開けてまぜまみず歌詞。あっさー、あっさー。大丈夫ですか、今日。今日全部浅い。では、入室してください。よろしくお願いします。女性社員ではないですか。おー、でも本当に将来期待されるですね。本当に。ちなみにじゃあ、まあね、男女差別とかじゃないですけども、酒が空いたグラスとかあったらどうするんですか。すぐに継ぎますね。あー、いいんじゃないですか。いやいやいや、我々ね、いやいや、そういう人材、そういう人材求めてる。そういう人材、そういう人材。最近全然ね、最近酒の出る居酒屋少ないからね。お前それで喜んどるやろ。焼き鳥とか食ってたらどうすんの。あ、もうつまみやすいようにすぐ外しました。あー、いいね、いい。そういうことなんですか。いやー、飲み込む。いやなんと飲みやすい空間だろうか。希少価値高い。まあでも君ね、結構うるさい、うるさい、うるさいね。ちょっと、深い口塞いでほしいかもしれない。結構急に来たよ。いや、でも聞いた返答が来ました。我々がド M だということを聞いて。嫌いじゃない、嫌いじゃない。まあ僕、非常に採用がしたくて I want you って感じです、本当に。 I need you です。早いね、早いね、君。頭回転早い。その上で I love you みたいなとこあるよ。そう、ありがとうございます。いや、違う、そんなこと求めてない。気が抜けたな、今。今から言う言葉の次に続く言葉を言ってみて。はい。ここに。ワウワウカラカラたまたまカラカラ不思議だね。しかも一番初期の、一番初期俺らが幼稚園。じゃあね、心臓がドッキリ、ドッキリ、どんどん。おお、すごいね、すごいね。しかも弊社の中には何があったの。中には弊社の中に、遊園地。そうなんだよ。いやー、マッチングしてるわ。敵やユニバーなんです。弊社にはね、結構いろんな人がいるんだけども、パパやママや先生、他誰がいると思う。ガミガミおじさん。そうなんだよ。こいつだよ。やば、もうほんまに。ごめんね、素直じゃなくて。すごい怖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 い。よろしくお願いします。はい、よろしくね。よろしく。君の寝起きだね、なんかやっと目を覚ましたのかい。それなそれなのになぜ面接官の方々は目を合わせてくれないんですか。いや、ちょっとなんでやろうな。まあ、なんでなんでしょうかね。なんか分からんですけどね。まあ、君さ、最近どうしたの。こんないきなりさ、硫酸を加熱したりして。どうしたの、本当に。3年前ぐらいに会ったこ
ことある気がするんですけど、何を言ってるのかなこの子は。まあでも僕だってさ、君をさ、まあ金をさ溶かす気ないんだけど、そこに金があると思い出すんだよね。何を？エンサーエンサーの翔さんのその大水のせいですか。ああ、そうそうそう、よし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 、やったよかった。いやでもこれだけ今日伝えられてる、本当に嬉しいです。よかったよ。じゃあもし、もしいつかどこかで出会えたら今日のこととか笑ってくれますか。はい。はい、としかないよ。あなたが風邪だったとしたら何を運ぶんですか。花粉です。何を言うとんねん、ほんま。カラスと人々が無理やろ。面接官の我々弊社と君との間に秘密ならなっせん。キム大島みたいな。キムちゃんなし。秘密はなしで。これでどう思う？すいません、あの投げやりになれたら、まだこいつ2年目なんで。あ、めでたい。こんにちは。こんにちは。それはわかんねえや。それわかる。はい、では面接を始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ではまずエントリーシートに絶対的根拠は嘘だらけと書いてありますが、あなたにはいつあって何があるんですか。絶対的、いつあってあなたには何があるんですか。いぬーんやーぬーんやーぬーんやーぬーん。出てこないわ。素晴らしいですね。まあ弱いようで強い僕ですかね、やっぱり。はい、あ、私にも聞きました。はい、ありがとうございます。せわしない日常の中でこう年だけを重ねて、その向こう側に待ち受けるのは何ですか。もしかして頭真っさらになってます。まあ生まれ変わりたいですね、正直。脳みそ的にね、ちょっとあんまり今働いてないんでね。それ踏まえた上で今さっきの質問答えてください。非常に今いい、いい感じ。いいトポス、ありがとうございます。めっちゃ汗かいてる。まあそうですね、待ち受けるのは天国なのか地獄なのか、はい、ちょっと分かんないですね。そうですよね。鈍感ですもんね、人っていうのは。うん、はい。僕らは何回だってきっと、はい、何年だってきっとどうしますか。僕らは、はい、何回だってきっと、そう何年だってきっと、てて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 てそうか、仕方ないです。なんかすいませんね、なんかね、納得できない。もし、はい、あなたのお墓の前に私がいるとき、どうしてほしいですか。さあさあ、焼いてください。あ、そっち行った。まあ、泣かないでくださいとだけ伝えたいですね、はい。すいません、よろしくお願いします。すみません、弊社の帰る条件、帰宅する条件としてとある一つのものがあって、何がするまで帰れないんでしょうか、弊社の。何がするまで帰れない。何がするまで帰れない。これ分かる分かる。何だっけ。なんでこんな出てこんの。そうですね。そういう時はですね、雨が降り止むまでは帰れません。あー、そうなんですよ。ちょっと行くようになっております。はい、厳しいんです。あ、じゃあ、はい、夢中で生きてたら何気ないことでどうなりますかね。まあ愛が傷つくんじゃないでしょうかね。ああ、どうしますね、その時は。まあ、ためらいながら。ためらいながら、ためらいながら何度も立ち上がります。ああ、危ねえ、危ねえ、危ない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 。いやー、ね、あ、じゃあ続いては私から愛かせていただきたいんですけど、はいはい、どうして100年先も愛誓っちゃうんですか。弊社とね、はい、まあ、お言葉ですが、君が全てだから。弊社がいれば本当に何もいりません。あ、まあ、幸せにしますね、本当に。
弊社結構就業時間が長かったりするんですけど、はい、12時を少し過ぎる頃って何がどうなりますかね。まあ残酷なモンスターでございます。がどうなりますか。オンノーです。では入室してください。失礼します。では面接を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。小さな頃はどんな感じでしたか。優等生でございました。これさ、ガチで言ったらクソくさい。そういうゲームですよ。今の笑わんの無理やわ。うん、どういう思考回路を持ち合わせていますか。ナイフのような思考回路を持ち合わせております、常に。うん、切れ味いいんだね。持ち合わせるわけもなく。確かに、わけもなく。なんということでしょう。うん、だからうちはね、ナイフのような思考回路を持ってる人いらないんだよね。あ、保守的なんですね。うん、あなた健康ですか。弊社が思っておられるより健康でございます。おー、そうなんですか。弊社っておかしいか。でも頭の出来の方はどんな感じなんですか。全く問題ございません。問題ございません。じゃあ君に聞きたい。最近聞いた。星座僕何だと思ってる。え、双子座とかですか。いいえ、私はあ、待って、一番分かるぞ。ウミガメさんの女。違う。なんだっけ。ウミガメとなんかないよ。俺は悪いね。サソリ座じゃん。あれサソリ座の女。間違ってし、間違ってた。なんかありますか。まあまあなんか最近もう嫌だって疲れたみたいなことってあったりしますか。ありましたわね。今がむしゃらにね、御社の差し伸べた手を掴んでおります。おお。でもその手僕振り払うもん。